皆さんこんにちは。何年も前の動画になるのですが、初オーストラリアの様子をお届けしたいと思います。これはね、飛行機から月が綺麗だったなという、様子ですね。今回の動画は YouTube 用にこの時撮影してなかったので、だいぶこう、動画がね、ほらこれとかかなりブレていたりする時もあったり、あと写真もね、多くなるんですけども、少しでもその時の様子をお届けできたらなと思ってます。なんだかテンション高めなナナムでございますが、最初のお仕事はメルボルンなので、まずはね、メルボルンに移動となります。ホテルのすぐ横にセントパトリック大聖堂があったよ。初めて見ました。美しい街のランドマーク。ようやくホテル到着です。かわいいワンコと記念撮影を行いながら、腹ごしらえを終えて、これからリハーサルです。空気がいいというか、なんかエネルギーがいいというか、ついついなんか動画を回してしまうような街でしたね。おしゃれすぎるスタジオで、カメラを回していました。なんだか酔っております。またまた酔っております。Anna, yeah, that's right. I've heard you are professional, not professional. Not really, a hero likes you. All the stars are watching. Only here. I want more. A little bit quiet. Sure. All the stars are watching. Then begin the spell. Your eyes are when a love spins. And here, so maybe only the first verse. So quiet. Yeah, quiet. Sure. Okay. Let's try. Yeah. Intro as well? Yes, please. Oh, no, it didn't go on.
実はですね、オーストラリアに行く前にも日本で、スカイプリハーサルというのを行ってたんですね。ホテルまで来てくれて、ひっそりと会えた。めっちゃ嬉しかった。床がこんなことになってる。おはむー。これからホテルの朝食の時間でございます。これはね、小鳥ちゃんが、可愛い小鳥ちゃんが入り込んできたのを撮ったんですね。あと皆さんが話しかけてきてくれて、迫力パッションとてもすごかったよとか、もっと聞きたかったとか、声を聞いた後にルックスを見て、驚いたよ、つまりアジア人だと分かって驚いたよってこう、言ってくれたり、皆さん新たにファンになってくださいました。もう感激です。皆さん歌ってる時からも本当に温かくて、このような素敵な、名誉あるイベントに招待していただき、もうとても光栄です。次のお仕事はシドニーでレコーディングです。私がスタジオにいる間、またまたママムーが、ホテルの周りの素敵な景色を、
このお天気のいい感じとともに撮ってきてくれました。なんかハワイや LA みたいで気持ちいい。私たちくこの真実パートナー、私たちは知るのだった。二つつながりを。早朝からカフェやスーパーが開いててハッピー。オーストラリア初の大好きなお店にも行ってきたよ。めちゃくちゃ広かった。タロンガ動物園に向かいます。フェリーで12分で着くそうです。350種以上、4000匹もの動物がいるこちらの動物園では、コアラやカンガルーなどのオーストラリア特有の動物からキリンやゾウ、ゴリラにトラまで、ほぼ自然に近い状態で鑑賞できますとのことです。ほとんどでも見に行けなかったね、時間がなくって。でもね、コアラタイムはちょっと存分にあったので、お楽しみにしててください。あ、なんか飲み物買おう、あそこでお菓子買おう。見つけたよ。めっちゃ寝てる。コアラだ。かゆい。わあ。サーキュラーキー行くぞ。シティの中心部であり、シドニーを代表する観光名所となってるんだって。オペラハウス。